皆さんこんにちは、チョコです。ということで今回もユーフットボール2024 12月28日に登場 J リーグ2つのガチャ一気に紹介していきます。どちらもショータイム形式になっていてブースター付き。まずは J リーグアウォーズ、これが年間 MVP 的な位置づけの100名ボックスガチャ。注目はショータイム、この4名というところですね。今回ブースターがオレンジ、後で見ますが中村俊輔についていたトータルパッケージってやつですね。さらにもう一つはマンスリー MVP 図、これは毎月来ていた活躍選手の、ね、ものですね。どちらにも大迫選手がいるんですけど、まあ、総合値の違いこっちの方が強そう。そんなところもね、今回確認していきましょう。今回中心はこのショータイム8名をね見ていきます。一応それぞれのガチャハイライトも8名付属になっているかと思いますので確認してみてください。はい、こちらの方はねキンキラキンですね。まずは毎月来ていたショータイム MVP 図の方から紹介していきます。松本雅也選手かな、エアリアルついています。空中戦の得点決めたんですかね。ちょっと得点シーン前確認したんですけどだいぶ前すぎてちょっと忘れちゃいました。この選手はまあこんな感じですかね、まあ、身長は175センチの2列目からの飛び出しを持っている3つのポジションができるタイプ、まあ、空中戦がなんか今回強くなっていますけど多分テクニカルな選手なんじゃないかなってデータを見る限り思います。ヘディングの数値なんかねすごい抜けてるんですけど、まあ、身長すごい高い方じゃないんでそんなに空中戦は武器にできにくいかな。スタミナ91、まあ、トータルバランスのいいタイプではありますね。ヘッダーなんかもついたんでしょうか、エアバトル持ってます。まあやっぱりワンタッチパスとかスルーパスとかベーシックな足元を使うようなスキルっていうのは必要になってきそう。さあ続いて中原選手、こちらが J2 のベストゴールですかね。フリーキックプラスに、あ確かにセットプレーで決めていた記憶ありますね。能力はまあこんな感じとしてみました。両サイドハーフできる、サイドができる選手ですね。チャンスメーカー、169センチという小柄なので扱いやすさとかはあるんですけど武器がちょっとセットプレーにね偏っている感じはします。キック力101っていう魅力はあるんで遠目からのシュートなんかは狙っていける、そういうタイプの選手なんですかね。サイドしか適性がないんでしっかりとカットインとかを考える必要はありそう。スピード瞬発、まあ、85を超すような数値なんかもできますが足元もうちょっと欲しいかな。この169センチを生かすドリブルの数値爆上げみたいなことができるともうちょっと良かった。ただスキルの構成はかなり良くて、ダブルタッチ、コンカミドル、ワンパー、ピンクロ、スルーパス、 J リーグのイベントでは輝けるかなり極上のスキルっていうのはまとまっていると思います。まあ、どの選手に見えますけど J リーグ今から C 固定期間に入るんで今後 J リーグイベントが次いつやってくるか分かんないです。シーズン期間じゃないと C 固定なのでちょっと苦しい。シーズン中はねかなり魅力の詰まった選手ではあります。さあ続いて豊川選手、テクニックプラス2ですね。インサイドレシーバーなんですけど真ん中のポジができる、まあ、私はインレシ苦手なので中央のポジションで使うような想定をしているんですけど、オフェンスセンス90というポジショニングに影響しそうなこの90の数値魅力的に感じますし、決定力も83ありながら逆足どちらも高いなので非常に良し、かつボールコンがねめちゃくちゃ高いですね。97としっかりと足元に抑えながらのボールキープだったりとかも割と高い方だと思うんで、 J リーグのイベントではかなり鬱陶しい存在に、ね、なるんじゃないですかね。171センチ、結構小柄なタイプとしてもスルスルっとドリブルで入っていくみたいな、そういうことができそうな面白い選手ですね。今回ワンタッチシュートがおそらくついたんじゃないでしょうか。ワンシューヘッダーなんかを持っています。まあ、ワンパスルパとかダブルタッチとか何個か追加してあげればより輝けると思いますけど、ワンシューとりあえず持ってるんでそこはいいですね。ミドルシュートなんかもあると便利そう。ラスト大迫選手はパスプラス2なんですね。得点じゃないんだ。まあ、今回ブースターがパスプラス2入ってるんでパスは振りたくなかったんですけど、数値がかなり高くなりました。その分得点力はそこそこかな。オフェンスセンスは88、決定力は87、キック力は魅力ありますね。90に乗せることができました。ただリンクフォワードが発動するポジションしか空いてないんで、リンクが好きか好み次第にはなりそうですし、まあ、身長も184センチあるんで少し重たさっていうのは気になりますね。スピードはなんとか80の背みたいなことは叶いましたし、エアバトを振ってあげるとヘディング80とか空中戦にも強い大迫選手を作ることはできそう。足元もまあそこそこに乗っていて、特にボールキープ85、このタイプとしては85もあるってかなり魅力。スキルワンパスルパなんかも兼ね備えていて、ワンシューももちろん持ってますし、ミドル、チェーシング、ピンクロ持ってんだ。かなり整っているスキル構成なんかも言うことないんじゃないかなって思います。ではここからJリーグアウォーズ年間活躍選手の方を見ていきます。全ての選手トータルパッケージプラス3ということで俊介と同じものがねついていますので確認してください。ただし J2 の選手っていうのがここにもね記載書いてますけど、 J2 の選手っていうのが対象になるんでちょっと難しいですよね。やっぱり J1 の選手を結構持ってる方指名契約とか多いと思うんで、それが発動効果に入ってないのはちょっと苦しいかな。まずはビファーレン長崎デルガド選手、大型のターゲットマン、
能力はこんな感じ。得点力には振り切ってあげると90の数値できますし、フィジカル91、ヘディング、さすがの空中戦の強さっていうのはね持ってますね。特に J リーグイベントでメインだと思うんですけど、 J リーグの選手って小柄なセンターバック結構多いんで、上からズドンみたいな、そういう決定力っていうのはね見せてくれそう。スピード瞬発も80乗りますし、まあ、足元も最低ラインはあるので、その辺の不安は結構少ないタイプ、絶対重いとは思いますが、その辺は注意して使いましょう。逆足のうまさ、特に精度は最高になっています。かなりシュートなんかも整っているスキルも魅力で、コンカミドル、エアバト、ワンシュー、ヘッダー、PK キッカーに闘争心。本当ストライカーとして欲しいスキルはね、全持ちなんじゃないですかね。そのあたりのスキル構成はかなり魅力。続いてアンデルソン・ロペス。こちらもリンクフォワードになっています。185センチのトータルパッケージ。こちらは J1 が対象に一応なっているんで、いいですね。中村俊輔の時にも言いましたけど、1人以上でプラスが入り始めるんで、そこも注目です。さあ彼の能力はどんな感じでしょうか。185センチのリンクフォワード、サイズがあるタイプですね。リンクフォワードは発動するポジションしか基本空いていません。得点力、オフェンスセンス、決定力っていうの高さは J リーグの選手と思えないかなり高い数値は持っています。キック力89、スピード瞬発もね90前後にまとめられている。185あるんで、ここまでのスピード感を感じれるかっていうとそこまでかもしれませんけど、数値としては悪くない。ここにパスのね安定感、足元も、まあ、最低ライン守っていたり、ボディコンも80乗って、ボディフィジが80乗せですね。トータルバランスのいい、かなり魅力のある選手。ジャンプはちょっと低いです。本当リンクが得意かどうかっていうのは目玉ですし、ここからしっかりとワンパスレパーを持っている、周りを生かすようなスキルをね初期から完備してる、スキル追加しなくていいのはいいかも。必要な方はダブルタッチつけたり、足色とかつけてもいいのかもしれません。そしてエリキ・リマー選手ですね。こちらは J2 の選手になるんで、そこも注意してみてください。こちらもトータルパッケージプラス3。この選手はかなりガチスカ級に近い選手かなって思いますね。決定力は93まで、ここまでいらないな。一応見た目重視でね90乗せておきましょう。オフェンスセンスも90乗りますし、瞬発をカンストにさせてみました。ドリブルの数値さすがですし、スピード、ボディコン、スタミナ、パスもね、グランダパス70台ですからね、非常に安定感高い。これエアバットいりませんね。そんなところをね振り分けてこんな感じにします。強そう、いや強いぞこれは。170センチという小柄なので、しっかりとボールもキープしてくれそうで、適性も広いんですよね。他の選手の邪魔をしない、いろんなところが空いてるんで、いろんなところでの起用が考えられます。まあ基本はラインブレイクできるセンターフォワードだと思いますけど、逆足も高く波も小さく、ワンチャンガチスカに入れる性能を持ってんじゃないかぐらいのポテンシャル感じますね。ここにスキルはこんな感じ。ワンシュー、ミドルシュート、ワンタッチパスなんかを持っていて、闘争心も持ってますね。まあ何個かスキル追加してあげればより輝くと思いますし、スルーパス、普通にスーパーサブつけてガチスカで使ってみる、そんなこともね考えてもいいかもしれませんが、一応今回トータルパッケージプラス3の想定で全選手出しているんで、 J リーグの選手多分入って1人か2人だと思うんでね、ガチスカだと1プラぐらいしか持っていけないのがちょっと苦しいかも。ってなるとやっぱり J リーグイベントが中心になるのがちょっと苦しいトータルパッケージですね。スカットにね J リーグの選手20人以上入れる方はねいいかもしれません。そしてラストがこちら大迫選手。こっちはボックスストライカーなんだ。身長はねもちろん変わりません。トータルパッケージプラス3の J1 対象になっていますので、今後 J2 も対象になるっていう話でしたが、あれば治ったんですかね。でも記載上 J2 含んでないです。あ、強いですね。これは強いです。101相当なんだ。得点力言うことないでしょう。キック力もしっかり90乗っていて、確かオフェンスセンス決定力、先ほど紹介したもの90乗らなかったんですよね。で、足元パスの安定感はもちろんながら、空中戦エアバトもしっかりと振ってあげると、フィジカル85、ヘディング85、へスピード瞬発88は憎いですね。すごい完成度が上がっている。さすがは J リーグの年間 MVP って感じかな。波小さいの安定感に逆足もしっかりと揃ってますし、こちらもワンパスルパ持ってる。エアバト、ワンタッチシュート、闘争心、チェイシング、スキル何個か追加してあげればより輝くと。ミドルシュートはないのでね、必須でつけてもいいかも。こちらもワンチャンガチスカね望めるような数値持ってるし、 ST でボックスストライカー外すっていう選択も一応できるんですけど、ガチスカだとプラス3っていうのね効果は望めないんで、プラス1でガチスカに入るかっていうとそこそこになっちゃうかな。プラス3乗ってガチスカにみたいなところはあるんですけどね。そうなると J リーグの選手20名スカットに入れないといけないんで、ちょっとやっぱり J リーグ要員っていうのがベストかなって感じ。そして大迫さんの比較ですね。圧倒です。まあ、プレイスタイルのね好みと一応スキルが地味に違うところはありますので頭に入れてはおきたいですが、この差はさすがに強すぎない。
どっちかの大迫選手でいいよっていう方はボックスストライカー J リーガー大津の方を引いた方がいいんじゃないかなって思います。シンプルに今言い忘れてましたがモメンタムついてます。あ、大迫選手もフェノミナルついてます。まあ、どっちかね狙うっていう方は J リーガー大津でしょうね。能力が段違いです。まあ、付属のハイライトそれぞれ違ったりするんで、まあ、その辺は加味したいですけど、トータルパッケージの強さっていうのはやっぱ J リーグのイベントでね基本使うのが目玉だと思うんで、そういうのも込みで考えたらこちらがおすすめですかね。今回以上です。ではまた。